冊市立図書館へようこそ。みんなは図書館に来たことはありますか？本を借りたことはありますか？図書館では本や資料を読むだけではなく、借りることもできます。まだ利用したことのない人のために、図書館での借り方と返し方を説明します。初めての利用であることを職員に伝えてください。本を借りるには貸出カードが必要です。まずこの申し込み用紙に名前、住所、電話番号などを書きます。住所が確認できるものと一緒にカウンターまで持ってきてください。これが貸出カードです。このカードで本を1人15冊まで3週間借りることができます。図書館にある CD、DVD も借りることができます。借りてみましょう。借りるときは借りたい本と自分の貸出カードをカウンターまで持っていきます。こちらのパソコンは自動貸出機です。こちらを使って借りることもできます。返してみましょう。返却カウンターまで借りたものを持ってきてください。図書館が閉まっているときは返却ポストに入れて返すことができます。 JR 草津駅にも返却ポストがあり、本を返却できます。図書館でわからないことや貸出カードを忘れたなど困ったことがあったら、図書館の職員に相談してくださいね。